やっぱり5階級って上げてるんで、ここで負けるわけにもいかなかったんで、まあ、本当に勝ててほっとしてますし、まあ、もう次 の、 まあ、階級も見据えてるんで、まあ、そうですね、まあ、まだまだ健在だっていうところも見せてるんで、もっといけるっていうアピールをしていきたいなと思ってます。